はい私からですね、イフリンクプラットフォームの展望と新機能ということで,で、すね少し説明をさせていただきたいと思います。でえーっとですね、まずあの、いきなりちょっとあの、えー、広告みたいな感じで申し訳ないんですけども、えー、昨日、1月12日ですね、イ、えー、フリンクオープンコミュニティの代表理事であり、あの東芝の最高デジタル責任者でもある島田さん。 のえー、著書というここで書かれていることがですね、あのー、非常にこの、まあ、私たち、このイフリンクオープンコミュニティの目的にもですね、あのすごく、えー、合致しているというか、まさにこのスケールフリーネットワークの、まあ、打ち手の一つという形で、まあ、イフリンクオープンコミュニティ、えー、活動しているんだなと、えー、いうことがちょっと分かりますので、 ご興味のある方はぜひ、ですねちょっと読んでいただければと思います。で、少しまあこのお話からですね、今日はちょっと入らせていただきたいかなと思います。あのスケールフリーネットワークっていった何なのって言うと、ですねあのごく少数のノードがですねたくさんのつながりを持っているようなネットワークのことを指しています。 普通はですねあの、まあ、ランダムネットワークといって、まあ、あの人の付き合いなんかもですね、えーまあ、自分の友達の数であったり、えーまあ、会社の同僚だったりですね、えーとまあ、あの同好会の仲間とか、まあえー、学校の友達みたいな形で、まあ、それぞれあのそれなりのコネクションを持っていると思うんですけども、そういったものがまあランダムに、えーあまあ、存在すると。 でたくさん友達のいる人もいれば、えー、あまりいない人もいたり、えー、しますけど、まあ全まあお、全体で見ると、まあまあ、標準偏差的なですねあの広がりになるんですけども、このスケールフリーっていうのは、ですねごくごく少数の箱が膨大なリンクを持っているようなものになるというものです。で例で言うと、ですねあのやっぱり Facebook とか Instagram とか、要はインターネットとともに出てきたような、あのまあ えー、新たな,つながり方はです、ねえーまあ、普通の人がです、ねまああのまあ、コネクションできる、えー、よりもはるかに多くのコネクションを、まあ、こういったその、まあ、プラットフォームが持っていてでそこからさ、ね、まざ、あ、まな、えー、ことというかイノベーションというかこういうものが起きてくるというものです。 でこのまあスケールフリーっていうものをこう、えー、こういったプラットフォームを実現していくところに、ですね、まあ、ビジネスチャンスがガッと出てくるというふうなもので、そのイノベーションをですねここではあのパーコレーションという言葉で説明されているんですけども、えー、まあ臨界点を超えるとパーコレーションが起こりますよと、えー、そういったところで、一つの,あのイノベーションを起こしていこうということが書かれております。で えー、ここでですね、まあ、あの我々があの特に、えー、考えたいのは、えー、1戦目、インターネットビジネスはもう GAFA にやられちゃいましたと、えー、いうところから入っています。で、ただ、えー、この日本企業、えー、2戦目では勝とうと、えー、いうことがあの強く、えーまあ、この本の中で書かれていまして、でそれは何かというと、やっぱり、あの 物理デバイスを含めたサイバーフィジカルのビジネスで勝っていこうというようなお話です。あのまあえー、インターネットビジネス、アマゾンの小売業であったり、あと広告の、えー、ビジネスというところではです、ねまあその、サイバーだけで、えー、成立するんですけども、えー、これはまだ全体でいうと7%に過ぎないと。 えー、93%は実際の物理デバイスを含めたさまざまな、えー、システムであったり、えー、ビジネスがありますのでそこで,です、ねえー、それと、えー、インターネットの IoT の仕組みを組み合わせてです、ねえー、ビジネスをやっていこうでここはものづくりのできる日本が非常に強いんだというようなことが書かれておりまして、えーまあ、これを実現する、えー、一つの方法としてですねイフリンクというプラットフォーム をま進めていければというふうに思っています。で、えー、そういったその、えー、サイバー・フィジカルの、えー、スケールフリー・ネットワークを作っていくっていうところでですね、えー、まあ、アメリカ、ヨーロッパ、日本っていうふうにあのー、挙げられているんですけども、まあ、アメリカはまご存知のとおり、もう、えー、莫大な投資をしてですね、でお金をかけてで、えー、ガッと実現していくと。でヨーロッパはまドイツを 代表としてですね、デジュール、企画をしっかり決めてですね、これをやっていくと。ただ、時間はかかります。で、日本っていうのは、取るべき方法はアセットオープンだというふうに書かれております。アセットオープンっていうのは、まさに、東芝で言えばユフリンクですね、こういったものをですね、もうオープンにして、そして、もう会員企業の共有のものとして進めていくと。 えー、そういった中で、ですねこの新たなスケールフリーのネットワークを作っていくんだというようなことが書かれていまして、えー、まさに、まあ、こ,うこういうものを実現するということを肝にイメージあのやっていこうというふうに考えています。で、そういう中で、ですね、まあ、イフリンクプラットフォーム、えー、この先どういうふうに進めるかということを、えー、少しまああの図にしたのがこちらになります。でまず2020年年、えー、この1年ですねイフリンク、えー モジュールを増やして一般公開していってそして商品を作っていくっていうところからやっぱり始めようと思うんですけども、えー、一つはモジュールを増やそうそれから商品を作ろうというふうにやってきましたでこれからはですねまずやっぱりスケールフリーたくさんの人に使ってもらうためには会員の中へ閉じていてはいけないので、えーまあ、一般公開を、えー、早くやっていきたいというふうに考えています。 一般公開して、えー、それからその自主的なですね運営ですね、これを進めていきたいというふうに考えています。あのオープンソース団体のような形で、ですね、えー、イフリンクを強,あの強化していって、あと、そのモジュールを認証していくような、えー、ところで、えー、運営していくような形にしていきたいと。で、こうやって一般の中であのイフリンクが本当に使われてくると、まッ、あ、と。パ バズらせるとでパーコレーションが起きるということを2022年に、えー、考えています。だから2022年までに、えー、フリンクは相当な、あのー、人に使われてです、ねえー、行くということを目指していて、まあ、そのためにです、ね、いろんな、あのーまあ、強化を行っていこうとしております。で、さらにまああのパーコレーションが起きて、会社を起こし、あの事業会社を、まあ、ここからです、ねまあ、生まれていくと。さ、え、ら、ー、に、えー デバイスに搭載して、えー、あ先ほどの,あのアボーさんからもわりましたように、いつまでもそのスマホだけじゃなくてですね、えー、本当にいろんなものに搭載されていたり、クラウドで動いたりと、えー、いうことを、えー、やっていくと、そうやってです、ねまあ、あの利用者数をゃんと増やしていきたいというふうに考えています。でえー、とそれの実現に向けてです、ね、まずはこういったスターターキットというものを、まあ、あの作ろうとしています。 えー、イフリンクで使える機器がオールインワンになっているような、えー、イメージで,で、イフリンクのアプリ自身は、えー、一般公開されて、グーグルなどから取ってこれるような形で、あのー、誰でも簡単に IoT を、えー、使えて、そして、えー、大切りキットみたいなものとセットになって、ですねあのいろんな発想などでも使えるようなふうに、えー、していきたいと考えています。さらにですねこの えー、イフリンクを、えー、スマホだけでも、えー、体験できるというようなスマホさえあれば動く、えー、機能というものを、えー、ちょっと拡充してですね、えーまあ、デバイスを買わないとイフリンクを全く楽しめないというような形ではなくてであの使っていただけるようなふうにしようとしていますであのじゃあ,まあイフリンクの握りの,、えー、のアクターというかですね 人を少しままととめててみるとこのようなな形になっていますモジュールを作る人、メーカーさんですねで。それからレシピを作る人、この人たちはプログラミングはできないけどアイデア発想があるという方々。それからウェブサービスですね。あの今日来られてるあの開発デベロッパーの方などはソフト会社の方、多いんじゃないかなと思うんですけども、このようにですね、IFLINK に関するあの いろんな見える化のソフトなどを作る方、えー、こういったあの上の、まあえー、3つの方々が、えー、どちらかというとコンテンツ提供者、仕掛け人の立場になると思うんですけど、えー、この下にですねたくさんの i f リンクを使う人たちというものがあって、ここをとにかく、えー、莫大な数にしてい、えー、くということがやっぱり必要なのかなと思っています。でえー 実際この方々がですねモジュールやレシピやウェブサービスを、イフリンクのプラットフォームに提供することで、イフリンクたくさんの利用者がこれを利用していける、この仕組みを早く作っていきたいと。で、この仕組みができると、ですねここからですね利用状況のようなデータが生まれたりですねします。で、デバイスも売れていきますし、パッケージソフトも売れていくというような形にできてくるのかなというふうに考えています。 えーまあ、この辺はですね、ちょっとあの、まあ、簡単にしますけども、まあ、お同じことですね、えー、イフリンクの仕組みというものが、今のモジュールレシピ利用者、えー、それからウェブ開発者というような中でですね、えーまあ、どのように動くのかというようなことがまあ図になっております。でこれをですね、えーまあ、実現してですね、これから、えー、フリあのスケールフリーにしていくためにですね、まあ いくつかの機これらをですね、この後のセッションでですね、紹介してまいりますので、ぜひこちら、それぞれ聞いていただければと思います。簡単に紹介だけさせていただきます。一つ目はですね、スマホ版アプリですね。これは、スマートフォンで、これ iOS も動くんですけども、レシピを作成したり、それからカードを読み込んだりする。 非常に分かりやすいユーザーインターフェースのアプリ、えー、こちらを作りましたので、これのご紹介をさせていただきます。で次はですね、えー、実際の,あの、えー、今、世の中の、えー、IoT の、えー、製品って、まあ、スマホ連携のものが多いんですけども、そういった既存のスマホアプリとですね、i f リンクを連携させるための方法、それから、えー、ビーコンと連携するための方法、こういったものをあの作りました。こちらの、えー、ご紹介を、えー、します。 3つ目はですね、えー、サーバーサイド API ですねあの。先ほどのウェブサービス作る人にとって必要なものになると思うんですけれども、IFLINK に集まってくるいろんなデータですね。それを、えー、表示したり、それから IFLINK で設定したルールをですね、えー、自分のアプリから、あのー、お届けすると。だからルールマネージャーなどを使わないで、えー、自作のアプリからルールを送り込むとか。 えー、その時にに、何、え、ら、ー、かのこう変更を加えて、カスタマイズして送るとかですね、そういうことができるような API を、えー、用意しております。こちらの紹介を、えー、させてください。あとですね、クラウドでのイフ全ですね、あのーまあ。イフ等などと違って、あのクラウド、あのー、ローカルで動くのがイフリンクの特徴なんですけども、とは言っても、やはりそのいろんなそのモビリティで使う場合とかですね、広域で使う場合に、えー こういったクラウドと連携というのがやっぱり必須になりますので、ここら辺を作って強化しました。こちらの紹介も行います。で最後はですね、これ、ロケーションログといってですね、あのスマートフォンの取ってきた GPS データとその時のセンサーデータ、これを合わせてクラウドに送ることによって、こうセットで地図上に表示することができる機能でございます。こちらもでですねあの時系列で 状態と位置を見れるので、非常に便利な機能となっております。こういったものをですね、これからの各セッションでちょっとご紹介したいと思います。ここですね。この後の A1 から A4 のセッションと、それから B1 のセッションでですね、これらのちょっと紹介を。 えー、しますので、えー、ご興味のある、えー、方はぜひ、えーえー、聴講してください。また、あのえー、これと並行してですね、あの会員様によるですねいろんなあの、えー、セッションもあって、まあど、どれ聞こうかというふうに、まま、よれ迷われる方もいらっしゃると思うんですけども、きょうの,あの内容はですね全部アーカイブとして後からですねあの見ていただけるようにし,、えー、しますので、あの まあ同じ時間でこっちも見たかったという人は後からそれでご覧いただければと思います。はい、えー。このような形で、はい、えー。この後のセッションですね。あのー、聴講していただければと思います。はい。私からは以上になります。ありがとうございました。はい、吉本さんありがとうございました。